朝礼だけの学校地のミニオの中かその二です今日のテーマは二つ目自分の強みや弱みや面白いことが分かったところで自分の大切なものやことを並べてみようと考えました 子どもが育って初めて家の中のいや自分の暮らしが自分中心でなかったことに気がつきました。家事や食事の内容、休日の過ごし方。うん、いっぱいいつもあのいろいろ気兼ねしてたんですね。さて、大切なものことはいっぱいあるよねということで、大好きなものをね、えー、考えてみたところ、絵を見るのも好きだし、人に会うのも大好き、自然も大好き、それからいちごが大好き。 えー、ミニ図書館、自分のお,お家で開いているミニ図書館も大好き、大切にしていることがいっぱいでびっくりしました。そして大切なものやことを並べてみたときに、朝学では月一アートの旅、この間は、えー、黒ひさん、のりこさん、松井の母さんと一緒に念願のおふ会をしました。あと、おもちゃインストラクターをやったり、ボランティアをやったり、今週末もボランティアで。 子どもたちとフレアの楽ししみにしています。ついこれはね自分の何につながるのかななんて考えちゃうことがありましたけれども行き当たりばったりで行動しないとわからないことがたくさんありました分かったことは行動するといろんな人とつながることそしていろんな世界がつながることです例えば 大好きな月一アートの旅なんですけど、私、絵が描くのはとっても下手で、芸術はいつもアヒルの2でした。だけれど、見るのは大好き、感じるのも大好きだったので、美術館や博物館にいろいろ行くようになりました。慣れてくるとですね、展示の仕方についても、おおなるほどねってわかるようになって、学芸員さんって素晴らしいなとか思ったりすることができました。 そう、私は自称アート見る専門家なんですけど、そこでお題です。あなたが自称○○専門家だと思っていることを教えてください。ご視聴ありがとうございました。それでは、君にならできる。